秋と冬の氷ノ山八伏は魅力がいっぱい。赤く燃え立つ紅葉、銀色に輝く大高原。氷ノ山八伏では季節ごとに大自然のさまざまな表情を見ることができ、そんな大自然を全身を使って楽しもうと毎年多くの登山客やスキースノボー客が訪れます。秋は紅葉で綺麗な赤に染まったここならではの自然を満喫しよう。国定公園に指定されている周辺一帯では美しい眺望や植物を楽しみながら登山やハイキングが楽しめます。冬は氷ノ山八伏の地形や環境を生かしたスキー・スノボーなどのウィンタースポーツを楽しもう。迫力満点の広大なゲレンデがあなたを待っている。2012年11月には北近畿豊岡自動車道和田山八日道路が開通し、交通が便利になったことで氷ノ山八伏がより近くになりました。楽しみがいっぱいの氷ノ山八伏にぜひ遊びに来てください。